FM 長今週も始まりましたエントレラジオ。この番組はですね、芸能界の卵であるアダニーとタクさんがエンタメやトレンドに関して楽しくトークしていくという番組となっております。周波数 78.0 FM のハスタジオより毎週木曜日8時から8時半までお届けしております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ツイキャスとかユーストでもね配信してるのでぜひ見ていただければと思います。よろしく。よろしくはい、という感じで私どもあの番組のツイッターがアカウントがございまして、ツイッターでエントレラジオと打っていただきますと私どもの、あのラジオのアカウント出ますので、そちらフォローよろしくお願いいたします。フォローお願いします。はい、であのツイッターでハッシュタグエントレラジオと言ってつぶやいていただきますと私のにつぶやき確認できますので、一緒に楽しくトークしていきましょう。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では本日もあのゲストの方が来ていますので、本編もお楽しみに。FM Naha。Your radio station。Okinawa。はい、皆様改めましてこんばんは。こんばんは。エントレラジオパーソナリティの昭和天皇と同じ誕生日のアダニーと、あと岡井と同じ誕生日の島袋です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。なんだかなまあそんな感じで今日ちょっと始めてみたんですけれど、はい、もうやめてよそれさっきもやれっつってたけどさ、そんなことしてる場合じゃないんだよ。はいというわけで、はい、はい、本日もゲストの方が来ていただけます、うん、来ていただいてるので登場していただきましょう、はい、どうぞ。どうも、ヒューマンアカデミー那覇校1年パフォーミングアーツカレッジ声優専攻1年 B 組、5番だったかな、伊保雄大です。よろしくお願いします。はい、同じくヒューマンアカデミー那覇校パフォーミングアーツカレッジ声優専攻1年の亀谷ひかるです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。いや5番とかいらねえしすごいパーソナルボケた今、ボケた。いやしかも的確じゃないかもしれないだからさ、や何番だっけなっていう、今なんかさやりづらかったかもねって助けようと思ったらお前がそれ以上にボケてくれてなんだよいやまあそんな感じで始まりましたけれども、はい、いやごちゃごちゃだよ最初からさ、いい子亀谷くんだけだよお前しっかりしろバカいやもうかなりいい子ですか。いい子先週引き続き、ね、もう私もすっげえ暴言吐きまくってるいやまあ後輩なんですよ学校のね、うん、はい、まあ、ヒューマンアカデミーの1年生ということで、先週聞いていただいた方は分かると思うんですけども、同じゲストで先週もやって結構話が盛り上がって、これは一周じゃ終われないなっつっていやというわけ で、ね、今回もお願いして来ていただきました、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、というわけで今週もまあフリートークをしていこうと思うんですけれども、まあまあ今お二人にはね、この神谷くんと義母くんにはね何を話すか私は伝えてないんですけれども、はい、ちょっと、はい、聞いてないですね、ちょっと盛り上がるようなテーマを持ってきましたよ。はいはいはい、というわけでまあ3対1でちょっと恋話しましょうか3対1あ、なるほどねなるほど、いやちょっとやっぱさ男性の方が多くなってくると、なるほど、ね、私ちょっと恋愛感とか聞いてみたいな、やっぱなんだろうな、合コンとかもそうだけど鉄板じゃん、ま
まあまあまあ、まあ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 、最初だし盛り上がるし、ね、まあ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 盛り上がるしみたいな感じで、ですよ、うん、っていう感じでちょっとお二人のじゃあ恋愛感を暴いていこうという感じでやってまいりたいんですけれども、はい、まあ、じゃあまず一つ目から聞いていきましょう。じゃじゃん、はい、好きな女性のタイプはということで。おお、定番ですね。まず女性が好きですか？そもそもそりゃそもそりゃそうだよね。はいはい、まあ、まあまあもう、はい、まあまあそもそもから聞いていきましょう。そもそも、うん、はい、そもそもはもうもちろん大好きで、まあ神谷くんも、はい、女性が好き、はい、私ちょっと悪いことしてきるんだよね。これ女が好きですって言わせるようなもの。逆セクハラ的な何の質問だ、訴えないでね、後でこれが流れてる、これがそう、これが電波に乗ってますので、ね、はい、まあ、じゃあ普通にお二人とも女性が好きということで、はい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 、じゃあどういうタイプの女性が好きですか、うん、じゃあまず雄大から聞いていこうかな。え、いいんですか俺からで。なんでよや全然いいよ。そうですね、まあ、タイプとしてやっぱ素直な子がいいですか。なるほど、やっぱ鉄板だね、無難だ ね、まあ、シンプルかつ、うん、やっぱ一番ね素直っていうのがやっぱ純粋というかね、いい要素でしたね。まあまあまあ、あと足が綺麗な子がいいですね。あ、足フェチ、はい、あ、ちょっとわかるかも。まあそんな感じで、足綺麗がいいです。足が綺麗で素直な子、足が綺麗で素直で、あ、できれば年齢もねもうちょい下目がいいです。あ、わかりました、もうちょい下目、はい、はい、それには触れないでおきます。ちょいがあるけど、はい、後で俺の音量だけ下げられる。お前が何か言おうとしたら私下げるから、ね、先輩の陰湿ないじめだよね、もう下げるすぐみたいな。まあまあまあ、じゃあそんな感じで、はい、じゃあ神谷くんはどうですか。素直な子ですかね。はいはい、やっぱ素直。おいおいおい、ボケたなお前。いや、ボケてないですよ。素直です。やっぱ素直は大事ですね。あ、そうなんだ。この子上手くなってる。いや、びっくりした。あ、そんなことできたんやと思って。上手くなってるこの子。いや、それ来てますね。あ、でも素直な子がやっぱ好き。はい、そうですね。やっぱでも男性ってやっぱ素直な女の子好きだよね、たくさん。まあなんだかんだでね、まあね、結局はみたいなところあるよね。そう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 、こういうタイプ聞くと。そうそうそう、だからちょっと私からしたら、うん、こいつら逃げてんじゃねえかって思うわけです。あー、やっぱ無難すぎて。そう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 、優しいとかさ、可愛いとかさ、素直とかさ、お前ら本当にそうかみたいな。逆に聞くけど、どういう返しを期待しているのっていう。確かになんかそれで、なんだろう、それでこそなんか男性から素直に来てほしい。男性からもう胸とか買おうとか。なるほど、さらけ出すと。そうそうそう、ストレートにさらけ出すと。いや、素直って感じだったから。お前らみたいな。まあまあいいですよ、いいですよ、全然。じゃあ素直な子がお二人とも好きということで、はい、うん、あ、じゃあちょっとさっきちょっと出ちゃったんですけれども、はい、年上が好きか年下が好きか。ああ、はい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 、はい、なるほど。というわけでこれも定番、ね、まあこれも定番ですね。そうですね。まあじゃあギボ君からさっきちょっとちょろっと言ってたんですけど、はい、僕はもう、うん、もちろん年下ですね。何そのもちろん年下って一応言うけど、お前結構今危ないこと言ってるから、ね、電波に乗せて。どんだけ年下かっていうのもちょっとなんか幅がありますからね。でもだって今何歳だっけ、まあ、18?19 ですね、誕生日迎えて。それで年下って言っちゃう。いや、まだ、いや、むしろ考えて、逆に考えてください、うん、20歳、21歳になって、うん、いや、僕、中学生、高校生ぐらいがいいなって言ったら、もうそれこそアウトですから。まだ、まだ、ね、まだ10代だから許されてるって思ってるわけ。10代のうちにちょっと、はい、年下好きなんだっつって、はい、ちょ、もう中学生の彼女欲しいわっつって。やばいね、はい、じゃあそのさっきの、 あの素直なところっていうのと関連するのかな、やっぱり。あ、やっぱそうですね、年、あ、そうなんだ、ちっちゃい方がやっぱ素直だったりちっちゃい。あれ、ちっちゃいって言った今。お前もしかしてある種のコンプレックス持ちですか。いや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 、違います、違います、違います。そんなことないです。あれ、これはそんなことないです。これはちょっと危険な香りがするので、私これ以上触れないようにします。うん、そうですね。ヒカル君行ってみましょう。はい、じゃあ次ヒカル君に行ってみましょう。どうですか、年上か年下か。年上ですかね。ああ、年上げんだ、はい、あ、じゃあ本当に逆だね。どういうと、めっちゃ今さ、あのカメラ映したいと分かるんだけど、めっちゃ神谷くんがなぜか雄大のところ見たの。めっちゃ見てた。いや、なんか、なんでなんで年上どこか。いや、やっぱ落ち着いてるのが。あ、逆だ。あ、そうなんだ、うん、やっぱ落ち着いてる女性が好き。はい。あ、いいと思う、今曇りない返事だった。、うん、もう希望雄大と大違いだと思う。お前なんか隠そうとしてる。一点の曇りもなく。年下が好き。もう年下が好き。ちっちゃい子じゃなく。はい。まあいいや、ちっちゃい子じゃない。じゃあやっぱ包容力がある子結構好きなのかな。そうですね。あ、そうなんだ。素直と年上。
素直と年上ですね。ちょっと お姉さん系というか。なるほど。好きなんだね、うん、いやでも正しいと私はどっちかというと年上をおすすめするよ。おすすめする。おすすめ。おすすめされた。いやおすすめします。じゃあまあまあじゃあこんな感じで、はい、まあまあまあじゃああとなんだろうな、まあ、じゃあ私からちょっと聞きたいことなんですけれども、はい、浮気のボーダーラインとは。ほう、まあ、これも結構王道ですよ。そうですね、浮気のボーダーラインとは、ね、どこからどこまでが、どこからが浮気みたいな、はいはい、どこからが許せないみたいな、うん、考えてるな結構マジで、結構まあナイーブな話題ではありますからね。まあねまあねまあね、人によって。でも割と僕は許せせますかね。あ、そうなんや、はい、あのどこら辺まで、その遊びに行ったりとか、うん、はいはいはい、部屋に泊まるはギリギリかなっても思うんですけど、うん、あ、まあ、でもはい、その一緒に行く男性の方も知り合いとか気許してる方だったら全然 OK は出すんですけど、うん、やっぱまあちょジェラシっちゃうよねっていう部分がね。お前新しい言葉作るなよ。なんかジェラシっちゃうよねって。はい、ちょっとパルパルするんで。チャラいなぁ、いかがです。チャラいわお前。チャラくない、前回引き続きね。こんなシャツビシッと決めて。今日は締めてるね。今日は締めてる。そうだね、今日は締めてる。第一までやっとこう。あ、じゃあそんな感じか。第一まで。じゃあヒカル君はどんな。そうですね、うん、遊びに行くのは許せますけど、うん、嫉妬深いんで。あ、結構そっち系か。はい、そうなんです。でやっぱりさ、こういうのって分かれるじゃん。一緒にもうご飯行ってるところからお前ダメだよっていう人もいれば。あ、ご飯は全然大丈夫なんですけど、夜遅かったりすると不安ですね。うん、2人でってどう。2人で、異性と2人で。アウト。アウト。アウトですよ。アウトですか。アウトです。じゃあもう自分の彼女がもう異性の友達と2人で、はい、行くなんてもう許せない。アウト。オッケー、分かった。すごく伝わったので。じゃあもう食事を、多分カメラ君2人でどっかに行ったりとかっていうのがまずもうダメなんだろう。嫌です。嫌ですね。はい、嫌なんだね。あ、じゃあ重いかもね結構。そうですね。いや私も重い。雄大とかね結構話すじゃん。そうですね、話すか分かるんだけど、はい、私も結構重い方だから、ね、気持ちはすごい分かる。かなり、うん、気持ちは分かる。でもなんだろう、結構2人とかで飯行くとかでも許しちゃうかも。私が男友達が多いから。あー、そういうこと。そこは許しちゃうかもしれない。でも、うん、嫉妬はすることは伝えるみたいな。そうですね。それなりに焼いてるよとは言う。いやでも大きい声でアウトは言わないさすがにね。いや、さすがに相手には伝えないです。いやもう言ってほしいよって逆に。もう目の前でちょっと神谷くんっつって、まるまるくんとご飯行ってきていいっつって、アウトー。言わないですから。ちょっと言ってほしい。ドーンって。ドーンって。言わないです。ちょっと面白かったよ。いいですね。あれ先週からちょっと爆発してますね。そうですね、いいですね。じゃあちょっとまあこれも聞きたいんですけれども、はい、何きっかけで人を好きになりますか。おー、あー、きっかけ難しいかな。これが難しかったら、じゃあまずその段階として一目惚れって信じる。おー、あー、どうですか。あるとは思います。あ、したことはある。まずちなみにしたない、ね、おー、これはあるかなって気もしますね。何その微妙なライン。あるかなって気もするな。あるかな。でも一目惚れって、うん、やっぱそのテレビとか雑誌見ての一目惚れと、うん、生で会っての一目惚れってやっぱ全然違うなって思ってて、ね、アイドル見てたら可愛いってはなるんですけど、うん、あーもうやばいみたいなにはならないんですよ、ね。はいはい、あー、なるほどね。リアルでその人と接してるところとか見ると、うん、はいはい、なんかあーってなるかもしれないですね。はいはい、私はあんまり信じないんだけどさ、まず最初にこの男性女性関わらずに、まあ男性もなんだけど異性として見ないわけ、男性を。人間人としてみたいなところ、接するところから私スタートして、うん、それがこの人と合うなと思ってったら好きになるみたいな。あ、ちゃんと見る基準がある。これで逆に今度意識するみたいな感じだ、奥さん。だから段階踏んでって感じじゃないと絶対ないから、もう最初からなんか異性として意識してる状態が気持ち悪くて、私は。
あーなるほど。だからあんまりちょっとわからないからちょっと聞いてみたくてあでもやっぱあってもおかしくないあると思いますね。あまあでもそりゃそうだよね。まああるか。そっかそっか。そんな感じ。たくさんはちなみにどうですか。一目惚れですか。うん、うん、まあありましたよ。あったんだ。20年前くらいよね。20年前だよ。ちょっと待って10歳。そう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 。え10歳ちょっと17歳 16?6歳、7歳くらい。5、6歳か。そうそうそう、小学校入りたてぐらい。入りたてぐらいとか、小学校低学年とかぐらい。あー、なるほどね。やっぱりその頃ってなんか可愛い女の子とか見るとなんか、うん、あーやべえっていう風になりやすいじゃないですか。そうですね。ただ、ね、うん、やっぱ成長していくと中身はやっぱり大事だってことになってくると、だん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 人に対してのこう疑う心がどんどん強くなってくるっていう。あ、それはちょっとあるかも、確かに。今ではなんていうか、あの、可愛い人いるじゃないですか、絶対うちが腹黒いぞって。わかるわ、わかるわかる。絶対思ってる。めっちゃわかるわ。ほら、大人になったらこんなこと考えるから、やっぱ小さい子がいいんですよ。そこはつなげんな、やめとけ。正当化しないで、やめとけってきてるから。これもう年上ダメよ、考えて。じゃあまあそんな感じで、まあ盛り上がってまいった、来たんですけれど、盛り上がってきたんですけれども、まあこんなところで、まあ次のリクエスト曲に行きたいと思いますね。はい、曲行きましょう。はい、行きたいと思います。はい、紹介いたします。はい、歴史で真田記念日。お送りしましたのは、歴史で真田記念日でした。はい、ありがとうございました。というわけで、うん、はい、やっていきたいと思いますけど、私ちょっとさっきのでちょっと疲れちゃったよ。飛ばしすぎたもんね。いや、神谷くん好きだ私。めっちゃ好き。もう面白い。ありがとうございます。いや、いいわ、めっちゃ好き。じゃあこれからはね、ちょっとあの先週やってないんだけど、私たち の、うん、あの普段やっているちょっとコーナーの方にお付き合いいただきたいと思います。はい、それではタイトルコールいきます。エンタメトレンドのコーナー、よいしょ。イエーイ、イエーイ、イエーイ。外の今日来てる人も多いんだけどさ、今拍手してくれた、めっちゃ嬉しい。うん、じゃあそんな感じで、はい、私がちょっとニュースを発表したいと思います。お願いします。はい、それではいきます。君の名はついにハリウッド実写映画化決定。東宝は28日、新海誠監督の大ヒットアニメーション君の名はですね、君の名はのハリウッド実写映画化を発表しました。うん、こちらアメリカのパラマウントピクチャーズと、うん、映画のスターウォーズシリーズを手掛けている J.J. エイブラムスの制作会社、はい、制作会社であるバトロボットが実写映画化権を獲得したとのこと。ほう、はあ、でこちらあの新海監督がこの件に関しましてコメントしていまして、うん、君の名は日本に暮らす僕たちのローカルな想像力、ドメスティックな技術で組み立てた映画です。うん、そういう作品がハリウッドと交わることで、もしかしたら新しい可能性のようなものを見せてもらえるかもしれない。そんな期待をしながら完成を楽しみに待っていますとコメントを発表しているということですね。ほう、はあ、というわけでついに来ましたか。君の名はがこういう形で私実写化すると思わなかったですね。ハリオ、ハリウッド、ハリウッド、そう、今日一の多分ニュースではないでしょうか。かなりだってこれ、ね、なんか名前出てたじゃないですか。そうそうそう、興行収入2位だっけ今まで歴代で。うん、だよね、あの千と千尋に次いで2位だったと思います、確か。うん、うん、だからどうなるんだろう。実写化は何かしらやるのかなと思ってて、でその場合多分滝くんが神木隆之介くんになるんだろうなっていうのは私はそこまでは予想してたわけ。そしたら海外、はい、国を飛んで、そしたら、うん、ね、どうすんだろうね。え、やだよ、私滝くん白人とかだったら。いや、嫌よ。いやですね。いやまた私、奥寺先輩、黒人とかだったらちょっとじゃあ、なんかその白人とか黒人とかじゃなくて、外人ってなるのがちょっとすごい違和感だよね。そうだね、なんか日本のものだからね。うん、そうですね、世界観がまず日本であること前提のアニメな気がして、そうだから、なんか期待半分でもすごいじゃないですか、やっぱり。うん、あのだから期待半分不安半分みたいな感じですね。まあ、実写化って時点で不安は、うん、あでもそこはもうアニメ好きだから、やっぱりそういうものは一生ついてくるじゃないですか。
まあしょうがないですね。何かしらなるたびにやっぱりいやなんか実写化反対みたいなのやっぱりいっぱい見るんで、うん、あれなんですけれども、確かにね、うん、でもこの前たくさんも言ったけど一緒に見に行ったじゃん、あの銀魂、あ、はいはいはい、実写化の、あれはめっちゃ面白かったよね。 あれ面白かったですね。よかったらしいですね。かなり面白かったです。だからそういうのもあるし、うん、みたいな感じで、私はそんなもう本当に原作を愛した作品を作ってくださればもう何でもいいので別に実写化しようが何が、そこに愛はあるのかっていう、そうそうそう、そこにまず愛があるのかっていうところですね、うん、だからでもハリウッドってなるとどうこの世界観を日本を舞台にして日本の役者さんを使うのか、うん、それともこの名前とこの設定を拝借しそういう世界観 の、 そのハリウッドを作るのかっていうところはちょっと気になりますけど、うんうんうん、ちょっとこれからもこの情報は追っていきたいと思いますね。そうですね、はい、なんで笑ったんだろう私いやさっきカミカミだったの思い出したっけ今辛いめっちゃ辛い、なんでこんな噛んだんやろみたいな、そう後から来るタイプ辛っ、びっくりしちゃった、そう後輩の前でめっちゃ集体を晒してしまったまあそんな感じで、うん、ちなみにやっぱりあんまりあれ実写化とかは、いやでもそうでもないですね。ああそう、実写化やっぱ両作品は両作品ですから、うん、ああはいはいはい、なるほどね。神谷君はどうかな。見に行ったことはありますね。反対っていうわけではないです。おうん、たまにめっちゃ過激派いるじゃん、います、うん、何かにつけてっていう、あもうマジでまた実写化かよみたいな、うん、ふざけんじゃねえよみたいな感じと言ってる人もよく見るから、うんうん、やっぱアニメ好きとしてはやっぱでもやっぱりそういうものの設定だけお借りして全然違うストーリーができたりするとやっぱそれが許せないっていう気持ちもわかりますし、そうですね、うんうん、まあ何かしらの事情があるとは思うんですけどね、うん、もう作る側にももちろんね、はい、うん、で歌はそっちのファンの気持ちもわかるし、だけどやっぱりこういういいものができた時のだからなんかそういうのを最初から実写化だって遠ざけるのはちょっとっていう気持ちもわかります。見て決めるのもそうそうそう、見て決めるのがいいなと思うので、うん、ちょっとこの作品もまあ私はあんまり洋画自体を見ないので、うん、あれなんですけどどうなるかちょっとわからないんですけれども、ちょっと楽しみに気になりしてたいと思います。とりあえず隕石はものすごいハイクオリティで落ちてくるとは思います多分あの私読んだので面白かったのが、あの君の名はがハリウッド化したらそれはもうアルマゲドンだって言われてめっちゃ笑って I don't wanna grow on your eyes ベアロスミス流れちゃうああなるほどなってちょっとそれそのつぶやきには笑っちゃったな私は堂々と歩いてきながら What's your name? そう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 いや面白いね。でもたくさんなんかさっき見てたやつさ、うん、面白いやつあったじゃん。あそう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 、この、 あの日本のアニメーションがハリウッド実写化されるっていうケース、うん、結構最近あるじゃないですか。はいはいはい。で、ね、逆にあの海外の原作のコミックスが日本で実写化されるっていうそういうケースも実はあったんですよ。はいはいはい、はい、その作品がスパイダーマン、ほースパイダーマンなんです。スパイダーマン日本で実写化されてたんですね。そうそうそう、実写ドラマっていうことで、うん、週ごとで放送されてたんですけど、はいはいはい、これでね、うん、制作したのが東映なんです。ああなるほど、はい、戦隊かライダー系か。そうそうそう、ライダー系とか戦隊とかを世に送り出している東映なんですけど、はいはいはい、この東映とあの原作のマーベルコミックがこれ5年にわたってお互いのキャラクター自由に使っていいよって契約で生まれたのがこの東映版のスパイダーマンっていう。そんな契約があったんだ。そうそう、これは1978年の今からもう30年あもっと前ですね。うん、だいぶ前だね。40年前ですか、うん、ぐらいになるんですけど、うん、これがあの結構ね原作のスパイダーマンと離れてるんですよスパイダーマン、まあ蜘蛛男なんですけど、オットだね、うん、オットなんですよどういうことかっていうと、スパイダーマンなのに、巨大ロボに乗って戦うんですよマジでめっちゃ面白くないですかマジで、そう、いやもうクモ男の意味ないやんと思うじゃないですか、うん、でも78年ってなると、うん、その時は CG とか、うん、あのワイヤーアクションとか、うん、そういうのが発達してなかった時なので、うん、そんな状況の中で、うん、クモ男らしさを出すっていうことに結構苦心していて、それが原作のコミックスのあの方からもすごいあの評判良かったらしくて、ああそうなんだ、なかなか面白いっていう風に言ってて、まあただ巨大ロボのレオパルトンは別としてなんていうジョークがあったらしいんですけどレオパルトンとはいや面白いね、それ出てくるの何か検索したら出てきます、ね、ああそうなんだ、うん、じゃあ皆さんもぜひ、だから実写スパイダーマンって言ってもいいのかなそう、まあ、日本東映スパイダーマンって感じですね。ああなるほど、東映スパイダーマンって皆さんちょっと検索してみてください、はい、東映スパイダーマン DVD ボックス出てるらしいマジか買うしかない、出てるんだ
ぜひ買ってみてください。じゃあぜひちょっと見てみたいと、私もちょっと見てみたいと思います。はい、じゃあという感じでこの曲が流れてきたので、はい、今回もうエンディングなんですけれども、早いよね、びっくりしちゃった、ね、じゃあそんな感じで告知本日もお願いしていいですか。はい、大丈夫、準備できてる、告知ですか、うん、うん、大丈夫かな。じゃあいきますね。ででん、はい、この度 D那覇8階にてヒューマンアカデミー那覇校11期の中間演劇公演ハッピーデイズパート1があります。はい、日時は9月30日10月の1日の2日となっています。両日ともに会場は13時30分、開演は14時となっています。はい、観劇料は無料、お問い合わせは総合学園ヒューマンアカデミー那覇校にお願いします。よいしょ、はい、電話番号、はい、聞いておきますか。098-864-2533、 098-864-2533 です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、ぜひお越しください。はい、ね、ディーナハビル8階に今週土曜日日曜日でありますので、何時からだっけ、14時、両日とも14時開演となっておりますので、はい、ぜひぜひ見てください。はい、お願いします。そしてアダニアさんからも告知が、はい、ちょっとだけ急いでやりますね。はい、はい、じゃあじゃーんって感じで、私のもあるんですけれども、まあ、前回見せたんですけれども、ラヌキの殺意という作品をちょっと今回やらせていただきたいと思います。はい、こちらが来週の土曜日日曜日10月7日8日の10月7日が、1時からと6時からの2ステで、日曜日が13時からの開演となっておりますので、そちらもぜひ足を運んでください。場所はメカルベースになっております。観劇料は1000円でございます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、というわけで本日もありがとうございました。お二人ゲストの2人も、いえいえ、楽しかったです。はい、じゃあ今週末ね、頑張ってくださいね。はい、はい、というわけで今週のエントリーラジオ以上となります。ありがとうございました。はい、また来週、バイバーイ。